今年も甘みが強く上々の仕上がりです。河北市の特産紋平柿の初競りが行われました。午前6時です。紋平柿の今年の初競りが始まりました。注目が集まるのが唯一選ばれたプレミアム、こちらの一箱、一体いくらの値がつくのでしょうか。糖度が高く滑らかな食感が特徴の河北市特産紋平柿。地震や大雨の影響も心配されましたが、大きな被害はなく初競りを迎えることができました。先月に入り寒暖差が大きくなったことから、今年も糖度が高く身も大きく育ちました。今日はおよそ 2.5 トンが初競りにかけられ、最高品質のプレミアムは1箱6個入りで10万円の値がつきました。競り落としたのは金沢市のフルーツ坂野です。今年は震災、猛暑、大雨の影響もありましたし、生産者の皆様は大変苦労されたかと思いますので、少しでも励みになればと思い、こちらの値段をつけさせていただきました。プレミアムに認定されるには1玉300グラム以上、糖度16度以上、そして見た目が美しいといった厳しい条件が設定されています。今日出荷された 2.5 トンの紋平柿のうち、わずか6個しか認定されなかった貴重なプレミアムを競り落とした坂野さん、この表情です。おお、ずっしり、水分多いですね。重たいですね。はい、美味しそうです。艶もすごくないですね。ね、ツヤツヤ、新しい証拠ですね、これ。フルーツ坂野によりますと、プレミアムは今日の午前中に店頭に並べたということです。JA によりますと、紋平柿の収穫は来月下旬まで続き、期間中およそ70トンの出荷を見込んでいるということです。